オープン戦第3号を打った大谷選手の倒し方を教えてください。大谷？大谷みたいな巨大生物は遠くから小石をぶつけ続けたいんだけど、すべて打ち返されるから小石も効かないんじゃないかなと思ってんだよね。かなり厄介ですよ。あれ厄介だな。ほんと厄介だな。なかなか倒しづらいな。どうしたらいいんだろうな。ちょっとシミュレーションまだしてないんだよな、大谷とはな。難しいな。あの生物難しいな。ただ、スタミナ、スピード、持久力に関しては俺の方が上だと思うんだよね。400メートル、1500メートルあたりまでの距離だったら、俺は間違いなく彼よりはスピードがあると思うんだよね。だからギリギリのラインでこう追いつかれないように、彼のスタミナを消耗させて、彼が疲弊しきって、あのでかい筋肉を身にまとって190以上の体は、酸素負荷にかなり弱いはずなんだよな。だからもう酸素欠乏症になって膝をついたところに何がしかだろう。